週末映画情報シネマキン。週末映画情報シネマキング第65回目スタートいたします。案内役は映画でナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集人の天本明がお届けします。今回は6月23日金曜日、そして6月24日土曜日、合わせて10作品以上紹介していきます。まずは6月23日金曜日公開、フィフティシェイズダーカーから紹介いたします。最初に紹介するのはフィフティシェイズダーカー。この作品 E.L. ジェームスの官能小説を映画化し世界的ヒットを記録したフィフティシェイズオブグレイの続編となります。官能世界の過激さはもちろん、より深さを増したドラマティックな展開が繰り広げられていきます。前作に引き続きアナ役をダコタ・ジョンソン、グレイ役をジェイミー・ドーナンが演じております。物語は前作で破局した2人の愛が再燃し復縁するところからスタート。新たな愛を育もうとする2人の周囲に、グレイの過去を知る謎の女性や穴に住まり来る職場のパワハラ上司、さらに2人の行く先々に現れる正体不明のストーカー、幸せが復活した2人の関係は一体どうなってしまうのか。フィフティシェイズダーカー、6月23日金曜より東宝シネマズ名古屋ベイシティミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのはハクソーリッジ。この作品、メル・ギブソンが10年ぶりにメガホンを取り、第二次世界大戦の沖縄戦で75人の命を救った米軍衛生兵デスモンド・ドスの実話を映画化したものです。本年度アカデミー賞では編集賞、録音賞の2部門を受賞。戦争映画史を塗り替える衝撃の実話です。主人公のデスモンド・ドスを演じるのは、大ヒット作アメイジング・スパイダーマンシリーズで人気を獲得し、マーティン・スコセッシ監督の沈黙では演技派俳優として高く評価されたアンドリュー・ガーフィールド。本作の演技で本年度アカデミー賞主演男優賞に初ノミネートされております。ハクソーリッジ、6月24日土曜より東宝シネマズ名古屋ベイシティ他で公開です。続いて紹介するのはいつまた君と、ホーリー・ジュン在来。この作品は俳優の向井聡が祖母の卒寿、90歳のお祝いに家族や親戚と自費出版して送った祖母芦村智子の手記を向井自らが企画に携わり映画化した意欲作です。この町子がヒロインの智子役を演じ、向井が夫の五郎役で共演しております。いつまた君と、ホーリー・ジュン在来、6月24日土曜より東宝シネマズ名古屋ベイシティ他で公開です。続いて紹介するのは宇宙戦艦ヤマト2202愛の戦士たち第2章発進編。この作品は SF アニメ宇宙戦艦ヤマトをリメイクした宇宙戦艦ヤマト2199の3年後を全7章で描く連作の第2章となります。地球政府の方針に憤る古代は旧クルーたちと共に許可を得られぬまま独断でヤマトを再び発進させていきます。宇宙戦艦ヤマト2202愛の戦士たち第2章発進編、6月24日土曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはありがとうトニー・エルドマン。この作品、昨年のカンヌ国際映画祭で話題となり、有力各紙では2016年の映画ベスト1に、そしてヨーロッパ映画賞を総なめにし、アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされるなど、最も注目の見逃せない映画です。そんな本作に惚れ込んだジャック・ニコルさんが引退宣言を撤回し、ハリウッドリメイクを熱望する話題作なんです。悪ふざけが大好きな父と、故郷を離れて働くキャリア志向の娘、一筋縄ではいかない父と娘の関係に世界が涙し笑います。ありがとうトニー・エルドマン、6月24日土曜より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのはジーサンス初めての強盗。この作品、モーガン・フリーマン、マイケル・ケイン、
アラン・アーキンという大物俳優、夢の共演、3人のオスカー俳優が平穏な余生を取り戻すために銀行強盗を企てるという後期高齢者応援ムービーにして感動の痛快コメディとなっております。 G サンス初めての強盗、6月24日土曜よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは結婚。この作品、ディーン・フジオカが色気で女性たちを虜にする結婚詐欺師ウルミケンジ役に挑戦。ある時は小説家、ある時は空間デザイナーと容姿を変えながら年齢や境遇も異なる様々な女性たちを翻弄していきます。結婚、6月24日土曜より109シネマズ名古屋他で公開です。続いて紹介するのは爆竹クライマックス・トゥギャザー・オンスクリーン1992-2016。この作品は1992年、2004年、2016年と過去3回行われた爆竹の特別なライブクライマックス・トゥギャザーを追ったドキュメンタリー映画です。今回メンバーが改めてクライマックス・トゥギャザーについて振り返り、1992年、2004年、2016年のライブを一つの線として繋いだことによりメンバーの成長、ファンとの関係性、唯一無二の存在感がくっきりと浮かび上がってきます。本作は爆竹のデビュー30年の一端に触れる作品でもあります。爆竹クライマックス・トゥギャザー・オンスクリーン1992-2016は6月24日土曜より109シネマズ名古屋にて公開です。続いて紹介するのはおじいちゃんはデブゴン。この作品、香港映画界のレジェンドサモハンが20年ぶりにメガホンを取った愛と感動のアクション巨編です。自ら主演そしてアクション監督を兼ね、無敵の必殺剣をスクリーンで披露します。おじいちゃんはデブゴン、6月24日土曜よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのはいいねいいねいいね。この作品は2017年にバンド結成20周年を迎えるクレイジーケンバンドが主演を務め、横浜を舞台に描く男たちの友情物語です。主人公のケンを演じる横山ケンをはじめクレイジーケンバンドのメンバー全員が本人役で出演するほか、マネージャーのトニー役に中野秀夫、ヤクザのドブオ役に井原剛が出演しております。いいねいいねいいね。6月24日土曜日より中川コロナワールドにて公開です。続いて紹介するのはスペシャリスト自覚なき殺戮者。この作品は第二次大戦中ドイツによる欧州ユダヤ人移送計画に従い組織的大量殺戮ジェノサイドを遂行したナチスの中佐アドルフ・アイヒマンの裁判を捉えたドキュメンタリー映画です。今なお議論と考察の対象となる重要な傍聴記録を20世紀新たな視点と継承を持って再構築した意義深い傑作ドキュメンタリーとなっております。スペシャリスト自覚なき殺戮者、6月24日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは人情話の福団地。この作品は上方落語界の大御所4代目桂福団地の芸と生き様に迫る長編ドキュメンタリー映画です。三重県熊野市出身の映画監督伊藤裕樹さんが約3年間にわたり、同じく四日市出身の落語家桂福団地さんの私生活に密着、芸に対するこだわり、弟子に対する厳しさ、そしてプライベートで見せる父親の顔など、福団地の素顔に迫ります。人情話の福団地、6月24日土曜日よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのはマダムベー、ある脱北ブローカーの告白。この作品は1年間の出稼ぎのつもりで中国に渡った北朝鮮女性が、出稼ぎ話が嘘で騙され中国の貧しい農村へ嫁として売り飛ばされてしまう被害に遭います。この憎むべき中国人の夫と義父母との生活を受け入れ、中国と北朝鮮の家族を養うため脱北ブローカーとなったこの女性の数奇な運命を追ったドキュメンタリー映画です。マダムベー、ある脱北ブローカーの告白は6月24日土曜よりシネマスコーレにて公開です。
続いて紹介するのは I'm not serial killer。 この作品は死体や殺人に異常な関心を示す少年と連続猟奇殺人犯の老人、二人の狂気を描いたサイコホラー。少年ジョン役に怪獣たちのいるところのマックス・デ・コース、そしてシリアスキラーの老人役にバック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズのクリストファー・ロイド、新旧ハリウッドスターの狂気対決に注目です。アイムノットシリアルキラー、6月24日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは光とハゲ。気鋭の映像作家とアーティストがコラボレーションしたインディーズ映画を輩出するミュージックラブ2016で観客賞など5部門を受賞したハゲ頭の中年ミュージシャンとひねくれ者の盲目女性の交流を描いたコメディ映画です。主人公の中年ミュージシャン役にソロユニットクリトリックリスで活動するスギム、そして小杉役にはピンクとグレーの岸由紀乃が共演しております。光とハゲ、6月24日土曜よりシネマスコーレにて公開です。はい、いかがでしたでしょうか。今回もいろんな作品を紹介してきました。6月後半に入ってきました。梅雨の時期、あまり梅雨雨は降ってませんが、雨の日も映画館で見てください。それでは映画で、さよなら。